どうもこんにちは、エヌジです。この前仕事帰りに自転車を漕いでたんですね。夜7時ぐらいに。それでまあ道路を走っていて、細い路地に曲がったんですよ。そしたら前の方に女子高生が走ってて、自転車で、それでまあ結構早かったんですよね。でまあ僕も同じ方向だったんで進むんですけど、これちょっと周りから見たら女子高生の後をつけてる男みたいになるなと思って、まあ、あとは女子高生自身も気づいてたかわかんないんですけど、僕に気づいたらなんか後ろからつけてきてんなとか思うんじゃないかなと思って、とにかく抜かそうと思ったんですね。で、女子高生も結構早かったんで、僕は立ち漕ぎをして早めに自転車を漕いで追い抜いたんですよ、その女子高生を。それで、あ、これでもう周りから見ても女子高生自身も安心だろうなって勝手に思いながら、そのまま自転車を漕いで帰ってたんですね。で、その後5分ぐらい経ったぐらいで、ほとんど変わらないスピードで自転車を漕いでたんですけど、5分ぐらい経ってなんか後ろに気配あるなと思って、僕はパッと後ろ振り返ったんですよね。そしたらさっきの女子高生がそこにいるんですよ。で、僕びっくりして、え、なんでと思って、それでしかも先ほどからスピードあんまり落としてないですから、そこについてきてるっていう、結構すごい形相ですごい勢いで後ろ走ってるんですよ。で、いや、なんだろうと思って、で、まあ今になって振り返ったらね、そのそこで自転車を止めてどうかなさいましたかって聞いてもよかったのかもしれない。ただまあ、僕は怖いですから、その時もうすぐ前向いてもっと速いスピードで漕いで、とにかく引き離そうと思ったんですよ。なんかただもんじゃないと思って、なんか競輪選手かなんかかなと思って、わかんないですけど、怖くてダーって走ったんですよ。で、そのままさらに1分ぐらい経って、もう来てないだろうなって、途中で曲がってくれてたらいいなと思ってパッて後ろ向くんですけど、全然いるんですよ。30メートルぐらい後ろにいたんですよ、大体ね。それでやばいなと思って、もっとバーって漕いで1分ぐらい経ってパッて後ろ向いたら 20メートルぐらい後ろで、また前向いて1分ぐらいバーって漕いで後ろ向いたら10メートルぐらい後ろで、なんということが、全力で漕いでる僕よりも女子高生の方が速いんですよ。ただもんじゃないなと思って、正直僕もなんていうか、普通の人よりも歩くのが速いとか自転車漕ぐのが速いって勝手に思ってるぐらい、割と脚力には自信があるんですけど、そんなのよりも速く来るんですよ、女子高生が。で、なんだこの人と思って、何の用があるんだろうと思うんですけど、もう怖いから、もう足が取れそうになるぐらい必死になって自転車を僕もバーって漕ぐんですよ。怖いな、早く家着いてくれみたいな思いながら漕いでたら、その瞬間、ファーッと横を黒い影が通り抜いてていったんですよ、僕の右側を。何だろうと思ったら、その女子高生がバッて現れたんですよ。前方に駐輪して、で、こっちを見ながらなんか薄気味悪い笑顔を浮かべたんですね。で、まあそこまではなんとなく見れたんですけど、僕はもう全力で自転車を漕いでるわけだから急に止まれないんですよ。で、そのままその自転車の女子高生にバーンってぶつかって、そのまま自転車その場に置いて僕の体は吹っ飛んで、で、結構道路にバンバンバンって何回もぶつかって、なんとなく体から血が出て湧き出てくるような感覚は感じながら、で、女子高生大丈夫かなって見たいけど顔も動かせなくてみたいな、結構もうやばい状態だっただと思うんですけど、そこで意識が薄れて、まあ、記憶が途絶えたんですよ。で、そこからはって目が覚めて、意識が戻ったというか記憶が戻って、あれ？ってなって、で、ここどこだろうと思ったら僕の部屋なんですね。自分の部屋の布団の上にいたんですよ。で、どういうことだと思って体を起こしたんですよ。そしたら、あれ？なんか全然体どこも痛くなくて、どこにも傷がついてないんですよ。いや、今僕衝突事故でぐちゃぐちゃになった気がしたんだけどって、ね、でも全然なんともないと。どういうことだろう。で、時計を見たら夜の8時だったんですよ。で、仕事帰りのね、自転車こいでて女子高生見つけたあたりが夜の19時だったんですよ。19時だったんで、だいたい1時間ぐらいしか経ってないと。で、日付も同じなんですよ。で、どういうことだと、さっき起こったはずなのになんともないと。で、夢かなと思ったんですけど、でも確実にその日僕は仕事に行ってるんですよ。一応その同僚に電話で確認したんですけど、いや、何言ってんだよ、お前いつも通り出勤してたよみたいな言ってて、そうだよなってなって、だから本当に出勤してるし、多分本当に自転車で漕いで帰ってて女子高生にも会ってるはずなんですよね。でもそこから記憶が途絶えて、今なんともなくて体はみたいな、そんな状態だったんですね。だから結局その女子高生が何者だったのかと、その1時間で僕の身に起こった現象が何なのかっていう、ここがね、未だに謎なんですよね。はい、というわけで
ありがとうございました。